地雷屋床の親方に吉、一癖も二癖もある男、実はおせんの実の兄。旦那、江戸ですね。どうしてわかる？どうってことはねえんですが、まあそれくらいにらめます。にらめるはずだとさ、親方お付き合いの筋が違うんでな。いや大したもんだよ。早くひげを当たってくれ。遊女屋へおせんの体を抵当に百両の金を借りた仁吉だった。扇屋のやり手ババアがおせんの催促で暇さえあれば足しげく現れる。いやあばあさんか、まあそこへかけな。ばあさんもないもんだよ。何べん足を運べばいいんどす？仁吉さん、いい加減にしておくれやす。一体全体おせんさんの一件どないしやりまんねえ。いやそれがその七曜日も前に今日の店は出たはずなんだが、いやそのままぷっつり音沙汰なしで、それで俺は困ってるんだ。何を言ってんのさ。大木屋さんではあんさんを信用しているによって代米の前金を渡したんでおまっせ。ねえ、百両という大金を。それじゃあ何かい、あんさんも金さえ取ったら玉はどうなっても知れまへんで、土台済むと思ってやりますか。金さえ取ったら玉はどうなってもいいのかい。ねえ、わての方にしてみれば金払った以上当人さんを渡してもらわねばダーチ飽きまへんのですせ。さあ証文はこれですよ。さっさと話をつけてくれやりませんと、わての方こそ都合があるさかい。前渡し金皆耳をそろえてこの場でさらりとお返しよ。それとも何かい、今日明日中に必ず妹さんをわてのところまで連れてきてくれやりまっか。いやそんな無茶なことを言われても困るな。起きなはれ。おせんさんが自分でどこぞへ、それともあんたが別口へはめたか、そんな詮索こっちとら知ったことかい。いや大きな声を出しなさんなよ。客がいるんじゃねえか。何？大きな声？地声だよ。大きに心配しないでおくれやす。親方、金があるんだろ？いくらかやったらどうなんで。でばあさんや、今日のところは一つこれで勘弁してくれ。あら仁吉さん、すんまへんね。いや扇屋さんからは責められるし、中に立ってつらいんです。早く目鼻をつけておくれやす。いや今日は帰りますがね、頼みますて。いや親方、金が物言う世の中だ、うまくいったね。いや俺もこれでほっとしたよ。こんにちは親方さん、元湯はまだでございますか。ああ、お木野さんか。待ってたんだ。元湯も切れたからもらえてえし。毎度ありがとうございます。おめえだいぶお世辞がうまくなったな。それに他にちょっと話があるんだ。まあそこへかけな。
名をおきのといい、年の頃は十九か二十歳、秋も半ば過ぎ、やがて木枯らし吹く冬も間近です。この寒空にこの年頃で、着物も粗末だし、なりふり構わず床屋周りのもとい売りをしているが、根っからの裏棚育ちとは思われない。しかし貧しさは一目でわかる。お絹を見て次郎吉はそう思いました。羽織袴二本差し、それとわかる侍姿、西町奉行与力の重松、お絹を目掛け奉公にと仁吉に話し込んでおりました。いや旦那、お待ちどうさまでした。いや、どうせすぐ風呂へ入るんだ。洗い水はいらねえ。銭はここへ置くぜ。鉄火肌で気丈なおせん、それに引き換え野菊のような優しさを持つお絹、気立ての優しい女に心惹かれるはいつの世にも同じこと。次郎吉はそっと後をつけていました。宝禅寺横の水かけ地蔵に何を祈るかお絹、父は長野老老で病の床に、その日の暮らしにもことかく貧しいありさま。仁吉の子分のやっちょろの留守、お絹をかどわかそうと待ち伏せをしている。ちょいと待て、黙って俺と一緒に歩きな。ふざけた真似をするとただじゃ済まねえぞ。お絹さんとか言ったな、うちはどこだ。むさ苦しいところでございます。天王寺裏のお歯黒長屋で。そうか、じゃあそこまで送ってってやろう。いやー、ひでえ目にあっちゃった。あの野郎あんなに強えとは思わなかった。待てよ、親分になんて言い訳したらいいだろうか。そうだ、これこれ、これよりねえや。いてててててこういて、あいて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 。親方、なんで牛屋にそのタンコブ、どうしたんで。親方は奉行所の旦那のところだよ。
そうか、よし。旦那、へい、沖野さんが来ますからね。ちょいと待っててください。なんだ、ウシ、てめえ行こう。どうした、沖野は。いや、どうもこうもね、めっぽう強いやつに邪魔されちゃって、ご覧なせ、この通りだ。何、邪魔された？この間抜けめ。バカ野郎。そんなこと言ったってしょうがねえよ親分。沖野はどうした？沖野は、うん？